2017年東京都江東区で男女2人が突如日本刀で襲撃される事件が発生しました。利権と欲望に溺れたかつての侵食者が起こしたおぞましい事件について追っていきます。事件は2017年12月7日に10時26分に東京都江東区にある富岡八幡宮付近で通行人の男性から刃物を持った女が暴れているという通報が入り発覚しました。襲われたのは当時58歳の富岡長子さんと当時33歳で長子さんの運転手をしていた男性の2人です。ただ通行人の男性が目撃したのは刃物を持った女だけでしたが、実はもう一人襲撃者がいました。目撃されて通報されたのは富岡真理子という女でしたが、実はその夫である富岡重永もなんと日本刀を振りかざして暴れていたのです。しかも重永は恐るべきことに襲われた長子さんの実弟であったのです。当時長子さんは富岡八幡宮の第21代の宮司であり、重永は第20代の宮司を務めていた人物でありました。ただ実は長子さんと重永夫婦の間には長年にわたってトラブルがあったのです。一体侵食者であった兄弟の間で何が起こっていたというのでしょうか。事件の舞台となった富岡八幡宮は東京都江東区にある由緒ある神社で、地元の人たちからは八幡様と呼ばれ親しまれています。観光スポットとしても有名で、年間30万人の集客があり、数千万円の不動産収入も合わせると富岡八幡宮は年に5億から15億円ほどの集金がありました。宮司を務めていた富岡家は長子さんと重永の祖父である第18代宮司が神社会の大物でありましたが、父親である第19代宮司の沖永さんは仕事熱心ではなく、神社の収入で趣味の骨董品収集を行っていたようです。沖永さんは京都の神社の娘と結婚し、長子さんと重永そして妹の3人の子供に恵まれました。しかし幼い頃から長子さんと重永は不仲で、重永は泣きながら長子さんの悪口を言うこともあったといいます。そんな沖永さんの長男として1961年に誕生した重永は、区立の小中学校を卒業後國學院大学附属高校へと進学。学生時代のあだ名は金持ちのボンボンを意味するボンちゃんであったそうです。このようなあだ名からも推測できますが、周囲から好かれるだけという人物ではなかったといいます。勉強もスポーツもできなかった重永はいじめの対象となり、かつあげをされては家の骨董品を売り払ったり、賽銭泥棒を働いたりしていたようです。しかし駒沢大学へ進学すると重永の生活は変わり始めます。金で悪友を釣り、ボディーガードのようにはべらせるようになったのです。重永は常に車で移動し、18歳の時には高級車であるリンカーンを乗り回していたそうです。その後重永は工学館大学も卒業すると神職に就き、富岡八幡宮で権禰宜、明、権宮司、宮司大務者とキャリアを重ねていきます。そして1995年3月に当時体調の優れなかった沖永さんから宮司を受け継ぎ、第20代宮司に就任しました。やんちゃな過去もあり、地元での評判は悪かった重永ですが、宮司就任後はダイヤモンドやルビーなどの宝石で装飾したおみこしを名物にして祭りを盛り上げたり、参拝客を増やすために芸能人や現役横綱を招いて行事を行うなど、神社の来訪者を集める取り組みを行っていました。しかしその一方で重永は神社の賽銭などを使って銀座のクラブで豪遊し、月に100から200万円を散財するようになったのです。さらに日本各地の神社を包括している組織である神社本庁に納める金を使い込んで、ラスベガスに行ってカジノを楽しむなど悪行を重ねていました。そして重永は女性関係にもだらしなく、複数回の離婚歴があります。最初の妻との間には長男の秀幸さんと長女の千草さんが生まれましたが、重永はフィリピンパブに通い愛人を複数人抱えていたため、愛想を尽かした妻が家を出て離婚するという結末となりました。その後2人目の妻と結婚したものの、クラブ通いがやめられず、今度はホステスの愛人を作っています。その愛人というのが3番目の妻となり、襲撃の現場にもいたマリコでありました。重永とマリコは重永が宮司に就任した1995年頃に結婚しています。2番目の妻は離婚の際に重永に財産分与を求め、さらにマリコに500万円の損害賠償請求を行っていたそうですが、そんな2番目の妻富岡家は同情的であったそうです。重永の母親は、息子は女性を散々泣かせてきて恨まれても仕方のない愚かな人間とまで話しています。
さらに重長の妹は、兄は嫁がいながら深川浴衣美人コンテストの優勝者に入り寄っていた。以前から覗きの常習犯だったと暴露しています。このような背景があったため、略奪婚という形となったホステス上がりの成子は富岡家からは歓迎されていなかったようです。特に長子さんは真理子の出自に触れ、宮司があそこの家を嫁にもらったなんて世間に知れたら物笑いにされるわよと結婚に猛反対し、真理子との間に当初から確執があったと言われていました。さらに真理子本人は長子さんについて、身体障害者の兄を悪く言われ、家族として受け入れてもらえなかったとも述べています。最初から重永夫婦と長子さんとでは相性が良くなかったことは明らかです。そんなある日、重永の派手な女性関係を指南する怪文書が全国の名のある神社に届けられ、問題となりました。東京都神社庁は、真偽はともかく神社の名誉を傷つけた責任を取るべきとして、2001年5月に重永を宮司から解任し、父親の沖永さんが再び宮司の職に就くこととなりました。この時に沖永さんは重永の相続権剥奪を家裁に請求しています。しかし宮司解任に納得のいかない重永は、各方面に宮司解任はクーデターを起こされたからだという内容の手紙を送り反論したのです。さらに手紙には、宮司を辞めたのは一身上の都合、相続排除の件で調停中ですが、そんなことを言い渡されるようなことはしていないと断言できますと書いてあったといいます。しかしその反論が受け入れられることはなく、神社本庁や父親の決定が覆ることはありません。重永には今後一切神社関係者や富岡家に迷惑をかけないという約束のもと、手切れ金として1億2000万円が与えられ、さらに月30万円の宮司年金が満65歳まで支払われることで一応の決着となりました。もともとは重永が遊び歩いていなければよかっただけの話であり、多額の手切れ金が支払われるのはそもそもおかしな話と思えてなりません。ただこれは、金はやるから今後一切関わるなということが案に示されていました。その後、重永は真理子と共に上野や福岡を転々とする生活を送ります。しかし金が尽きてきたのか、やがて重永は宮司の頃の収入に比べれば現在受け取っている金額など足した金だと考えるようになりました。重永と真理子は金が少ないと富岡家に訴えるようになり、やがて宮司を解任されたのは長子さんの画策のせいだと恨みを募らせるようになっていきます。重永は富岡家に対して怪文書を送りつけ始め、2006年1月には今年中にケリをつける、積年の恨み地獄へ送るという物騒な内容の手紙が富岡家に届きました。ちなみに神道に地獄の概念はないとされています。元宮司であるはずの重永ですが、なりふり構っていられない様子がうかがえました。しかし、どんな理由があれども地獄へ送るなどという手紙は脅迫でしかありません。この手紙に危機感を覚えた富岡家は弁護士に相談し、話し合いの結果、長子さんが警察に被害届を出すことになりました。その結果、重永は脅迫罪で逮捕されることとなったのです。この逮捕で重永には罰金の支払いと長子さんへの接近禁止が言い渡されますが、この事件で重永はさらに長子さんへの恨みを増大させることになりました。やがて重永は長子さんを神社から追放し、自分の長男である秀幸さんを宮司にしろと要求するようになります。重永の息子である秀幸さんは地元の高校を卒業後、2005年6月から富岡八幡宮でアルバイト勤務をしていました。そして同時期に國學院大学の2部に通い、2010年3月には宮司資格を取得しますが、ほどなくして富岡八幡宮を懲戒解雇されています。これは神職見習いの身であるはずの秀幸さんが日課ぼっかに T シャツ姿で掃除をしたり、ひげやもみあげを伸ばしたりと身なりをきちんと整えなかったことや、無断欠勤を繰り返すなど勤務態度が非常に悪かったためです。加えて宮司資格を取得してからも秀幸さんは長子さんと対立することが多くなっていたことも原因に挙げられます。秀幸さんは自分が後継者だと主張し、ゴンネギに早く昇進させるよう長子さんに要求するも、長子さんは聞き入れませんでした。そのため秀幸さんは富岡八幡宮の役員に対し、自分が幹部になる前提で神社の経営方針や問題点を記載した手紙を送付しています。しかしこの手紙の内容はほとんどが長子さんへの批判であったため、秀幸さんが出した手紙は重永の差し金ではないかとささやかれていました。ちなみに重永の長女千草さんも理由は不明ですが、富岡八幡宮を追放されており、上野や新宿のキャバクラで働いていましたが、反社会組織との交流が発覚して重永から勘当されています。
こうしてトラブルが続く中、2010年10月には高齢でかつ体調を崩していた沖永さんが宮司を退職することになります。ここで沖永さんが後継者として指名したのは当時禰宜を務めていた長子さんでありました。しかし神社本庁は長子さんを経験が浅く宮司として不適切として就任を拒否します。当時富岡八幡宮は神社本庁に加盟しており、宮司になる人物は神社本庁に認められる必要があったのです。そのため富岡八幡宮の宮司の座はここから7年ほど空位となり、長子さんはその間宮司大務者として務めていました。神社本庁が長子さんを宮司として不適切とする理由については具体的な返答がなかったため不明であるそうですが、家族間のトラブルが一因にあったことは確かだと考えられます。長子さんは弁護士を介入させて神社本庁に宮司就任を認めさせようとしますが、話し合いは全く進みません。また2011年には秀幸さんが富岡八幡宮を解雇されたことは不当だとして裁判を起こしましたが、秀幸さんは敗訴しています。さらに長子さんを批判する手紙を役員に送付していたことから、秀幸さんは名誉毀損で損害賠償を命じられていました。そして2012年には宮司を退職していた沖永さんが亡くなり、宮司が空位のままの富岡八幡宮は神社本庁に長子さんの宮司就任を求めます。しかしそれでも神社本庁からの返答はありませんでした。返答がなければ正式に宮司に就任することもできず、長子さんは宮司大務者として仕事をこなす日々が続きます。この宮司に就任できない状況は長子さんからすればもどかしかったと言えるでしょう。そんな中での2014年11月、天皇皇后両陛下の訪問を記念して富岡八幡宮に記念碑が建立されましたが、ここである問題が起きました。この記念碑に宮司富岡長子と刻名されていたことで、全国の神社へ職名詐称をしているという文書が届いたのです。文書を送ったのはマリコの仕業で、さらに東京地検にこの件について詐欺で訴えを出しています。長子さんが宮司になるのを認めないというメッセージが込められていることは間違いありませんでした。その後、国名の事実が天皇陛下への冒涜として炎上した背景もあり、記念碑の宮司の部分は埋められることになります。さらに富岡八幡宮の不祥事は続きます。2015年1月、沖永さんが富岡八幡宮の敷地借地権を不正手続きで搾取していたことと、それを長子さんと妹が相続していたことが週刊誌のトップ記事として出たのです。これは事実で、長子さんが相続した土地に4億円はくだらないと見られる洋館風の自宅を社宅の名目で建て、一人暮らしをしていました。近所からこの家は再選御殿と揶揄されていたようです。屋内には1000万円のシャンデリアがあり、専属の世話係を雇って犬を10匹以上飼っていたといいます。実は長子さんも重永同様浪費癖があったのです。長子さんの好きな飲み物はドンペリで、毎年開催される屋形船を貸し切って開かれる地域の警察関係者との懇親会ではドンペリを10本差し入れていました。普段も運転手付きの車で歌舞伎町のホストクラブで豪遊し、いつも現金200万円ほどを持ち歩いていたといいます。神社の祭りにもホストを十数人招待し、ご馳走して帰りのタクシー代も渡すなどの振る舞いをしていました。重永によれば、長子さんは中学時代から素行が悪く、シンナーや男遊びをしていたといいます。高校には行かず、錦糸町の喫茶店でアルバイトをして家で同然の生活を送っていた長子さんですが、20歳の時には客の男性と結婚し子供を授かります。しかし夫の暴力が原因で子供を置いて実家である富岡八幡宮に戻ってきたのでした。その当時宮司をしていたのが重永です。父親の沖永さんは長子さんに神社の経理の仕事を与えますが、長子さんはこの仕事をあまりしていなかったようです。しかしこの経理の仕事で重永が神社の金を使って豪遊している内情をつかんだと推測されます。そして重永さんが追放された後、自らも同様のことをしていたということが明らかになってきたのです。そして時は経ち、運命の2017年、この年に富岡八幡宮は大きな決断をしました。責任役員会にて神社本庁からの離脱を決議したのです。それはつまり神社本庁に認められずとも長子さんが宮司に就任できることを意味します。このことを知り、長子さんが宮司になることを認めない重永は、氏子に長子さんを中傷する内容の電話をかけていました。長子さんはこれまで重永に金銭の援助をしていましたが、この中傷騒ぎで援助を打ち切ることを通告。
援助打ち切りは重長にとって耐え難いものであったのか、中傷行為は通告後となっています。そして9月、富岡八幡宮が神社本庁から離脱しました。これにより長子さんは正式に第21代宮司に就任することとなったのです。長子さんが宮司となったことで重長が宮司に戻る可能性はなくなり、さらに長子さんと確執のある秀幸さんの宮司就任の可能性も限りなくゼロとなりました。結果、重長は真理子の名前を使って神社本庁に告発状の送付を繰り返すようになります。一方の長子さんは神社の公式ブログ内で告発状を公開し、誹謗中傷を超えた創作物語、嫌悪感以上の異常さを感じましたと重長と真理子について述べていました。そして長子さんのこの対応にとうとう重長と真理子は長子さんを手にかける決意を固めたのです。運命の2017年12月7日20時頃、警察関係者との会合から富岡八幡宮に帰宅した長子さんは、通用門付近に隠れていた重長と真理子から突如襲撃を受けました。長子さんが車から降りようとしたところに80センチの日本刀を手にした重長が襲いかかったのです。とっさに長子さんは車内に身を隠しましたが、重長は長子さんを引きずり出し、後ろから首を攻撃、さらに胸になんと日本刀を突き立てました。この時あまりの力に刀身が折れたといいます。重長の恨みの深さがうかがえました。一方の真理子は長子さんの運転手をしていた男性に襲いかかります。この男性は長子さんの運転手を務める一方で、神社の家の出で富岡八幡宮の神主もしており、長子さんが養子縁組をして将来自分の後継者にしようと考えていた人物でありました。真理子は男性の右肩から右腕を日本刀で攻撃し、右腕に50センチほどの深手を負わせています。傷を負った男性は現場から100メートルほどのコンビニまで逃げますが、真理子はゆっくり追いかけてきました。そしてお前だけは許してやると言い捨てると、その場から逃走したとのことです。それぞれ犯行を終えた重長と真理子は合流すると、神社の敷地内にある長子さんの自宅玄関前まで逃げてきました。ただここで二人は驚きの行動に出ています。重長が真理子の胸と腹をサバイバルナイフで傷つけたのです。その後重長は同じナイフを自分の左胸に向けました。こうして重長と真理子の二人は自分の口で事件について語ることなく絶命したのです。襲撃開始からわずか3分ほどの犯行でした。このわずかな時間に長子さんと重長、真理子が命を落とし、運転手の男性が重傷を負うという前代未聞の殺傷事件となったのです。事件後、重長と真理子は事件を起こす半年ほど前の6月20日から現場近くにマンションを借りており、長子さんの行動を監視していたことが明らかとなります。部屋を契約したのは長子さんが宮司になることを認めない神社本庁からの離脱を決めた5月29日から約3週間後のことです。室内には日本刀、マグロ解体用の包丁、サバイバルナイフ、そして双眼鏡がありました。犯行現場が見下ろせる位置にあるマンションであり、長子さんの自宅への車の出入りなどを監視していた様子が浮かび上がります。そして鴨居には真理子が書いたとみられる手紙が貼り付けられていたといいます。私富岡真理子は積年の恨みから富岡長子を殺害することといたしました。長子を殺害後はその責任を取り自害するつもりでありますが、万が一恐怖のあまり自害できない場合は夫富岡重長にその幇助を依頼してあります。二人は初めから犯行後に自らも命を絶つことを決めていたのです。さらに事件から2日後の12月9日、全国の神社や富岡八幡宮の氏子など関係者宛に重長から告発状が届きました。その数は2800通にも上ったといいます。事件当日、重長は代行業者に手紙の束を渡し、八日朝に江東区以外のポストから投函してほしいと依頼していたのでした。A4 用紙8枚に綴られた告発状の内容は、長子さんを宮司から追放して、息子の秀幸さんを即刻宮司にしろなどの要求が4点書いてあったそうです。そして告発状は、もし私の要求が実行されなかった時は、私は死後においてもこの世に残り、怨霊となり、責任役員とその子孫を永久に祟り続けますと締められていました。侵食者の家族間で利権絡みのトラブルが勃発し、最悪な結末を迎えるに至った今回の事件、あなたは有名神社の背景にあった欲望渦巻く争いにどのような感想を持ったでしょうか。今回の事件発覚によって富岡家の特定の人物たちによる金に対する執着と意地汚さを世に知らしめる結果となりました。
神社の責任者を務め神仏に関わる神職者であっても金に溺れて人間の習態をこれでもかと晒すこととなった下品でおぞましい事件の一つとなっています。富岡長子さんのご冥福をお祈りいたします。